どうしたんだよ、ため息なんかついて。実は今度、体育で短距離の試験があるんです。試験？はい、走ってタイムを測るんです。私走るの得意じゃないからなるほど、それでため息か。どうしたら早く走れるんでしょうか。うん、俺に聞かれてもな。ゆいちくん！お、あゆ。あゆさん、足が速いな。あゆさんはそうだな、あいつは逃げ足は速いからな。え、まさか。ゆいちくん、逃げて。やっぱりか。なんで俺も逃げなきゃいけないんだ。それは、なんていうか、勢いっていうか。いい加減俺を巻き込むのはやめてくれ。でもゆうさん、走るの早いですよね。しおりはな、早く走る方法を探してるんだ。あ、早く走る方法？それは必死になれば誰でも早く走れると思うよ。必死ですか。そう、例えばたい焼きを買ったらお財布を持ってなかった時とか。そんなことできるか。できるよ。どうやって。別に追いかけられるのはたい焼き屋さんじゃなくてもいいんだもん。いや、それはそうだが。あ、すごい風。これはすごいな。体が風で押され、うわ、風で、それだ。え、ほかけ船は何で動く。おかけ船？風？そうだ、風だ。風を受けて船が走る。しおり。はい。お前が帆を持つ船になればいいんだ。私が船？そしてそのストールが帆になるんだ。これが、そうか、明暗だよ、ゆういちくん。しおり、しおり、どうだったの、駆け足の試験は。ダメでした。え、ストールを持って走ろうとしたら取り上げられちゃいました。何？お前モモンガかって。え、言われてみれば似ているな。あ、しまった、俺としたことが冷静さを欠いていたか。で、あゆさんに言われたことを思い出したんです。僕に？はい、その先生を怒らせて逃げてみたんです。意外と大胆だな、しおり。で、先生に追いかけられたんですけど、コースは外れるし、後で考えたらタイムを誰も測ってくれてなかったんです。でも、なんだか早く走るコツみたいなものはつかめてきたような気がします。そう。はい、あゆさん、追いかけてください。え、僕？はい、お願いします。うん、それじゃあ、行くよ。はい。待てー、逃げろー、ま、待てー。ゆういちさん。あ、あきこさん。あそこを走ってるの、しおりちゃんとあゆちゃんですよね。そうです。何ですか、新しい演劇の練習ですか。まあ、そんなもんです。で、何に見えます、あれ。ムササビですか。ああ、ムササビにも見えますね。